まあ、かっけんです。あらでーす。あやかでーす。はい、今回も G トークをやっていきますが、はい、まあ、いつも通りあの投稿が土曜日なんですけど、うん、この動画、まあ、裏であのお二人が EJ リーグをまあ、こそこそやってると。こそこそね、はい、ちなみに多分ね、俺と新まだ試合してないね、今してないです。あ、そうなんですか。もう日程もちゃんと、うん、え、言っていいのこういうのって。わかんないです。ダメなことなんか何かあるとあれなんで。うん、まあやってないもん、まあ、あ、そうですね。そう、はい、練習してるわ、多分、はい、あ、そうなんだ、うん、なので、ぜひ、まあ、裏でこういうこともありますよっていうので、まあ、知っておいてもらって、はい、まあ、今回はあの久々のイーフト外のトークテーマで来ました。あったっけ今まで、イーフト外。俺も格言の髪を切るあのサムネのやつしか覚えてない。いや、イーフト外で言うのは俺と格言の不仲説もちょうどいい。あ、まあまあ、確かにあそこら辺記念すべき第1回は全然イーフト関係ないから、ね、じゃあ原点回帰ということでっていう感じでやっていきます、はい。まあ、まず一つは、まあ、一応サッカー、欧州サッカーが、うん、まあ、シーズンも終盤で、まあ、J リーグもあるけど、うん、っていう感じで、まあ、サッカー話って感じですかね。うん、まあ、一応自分と真矢さんは、まあ、海外でレアル・マドリード見てますけど、あっちいですね、あっちいですね。もう楽しくてしょうがない。まあ、リーグは多分もういけるでしょ、多分。まあ一応、まあ、動画上がって次の日ぐらいにクラシコがあるから、あ、じゃあそこで結構、まあ、そこ勝てば決まり。まあ多分もうそうなんですね。一応天王山で、まあ、勝ち点今8離れてるのかな。そう、負けると5になるんだよね。でも負けると言うてちょっとまだ分かんない、ね、5は全然あるよ、5は全然あるから、うん、多分あと8試合ぐらいあるから、あ、まだ分かんないね、じゃあね。そうなんだ、まあ、勝てばまあ勝てば、ね、ちょっと見えてくるなって感じだから、勝って11ポイントにできれば多分決まりだと思う。そうですね、うん、そうだったんだ。ちなみにあなたは、まあ、海外サッカーだけで言うと、うん、なんか特に見てるとか、推してるとか。では一番見てるのリバプールかも、でも。あ、そうなの。渡るを見に行ってる。うん、だからちょっとリバプールの試合だけたまに見てるな。あ、そうなの。うん、でもチャンピオンズリーグ楽しくてしょうがないでしょ。ああ、でも、あなた。チャンピオンズリーグ、あ、そうそう、推しのチームがないとさ。ああ、そういうことね、うん、あ、でも確かに今日も俺朝起きてたしね。あ、そうなんだ。ちょっと起きて結果だけちょっと見てた。めっちゃ寝起きになる。あ、なるほどね。気になっている、だからマジで俺らずっとヒヤヒヤしてたから。そうよね、そう、90分間俺1-1のとこで延長行くのみたいなってとこは見てた朝。もうね、あの体に悪すぎてね、楽しくないのよ。いや、4時はなかなかね、俺も、まあ、4時に起きて胃がキリキリしながら。そうだよね、すごいだよ。確かにね、シュート33本受けてるから、やばいね、それはすごいわっていう試合で、まああって、うん、まあ一応 J リーグもあれかな、もう3分の1ぐらい終わった。ああ、でもまあそんぐらいなのかな、もう今2位、まあ、1位です、ね、1位が今で、ザスパさん、まあ、ちょっとやばいですね。ザスパさんちょっとやばいですよ。やばいっすね。結構まあ、崩壊までは言ってないかもしれんけど、え、ある、来年 EJ で使えない俺パターンのやつ。おっ、かけん、そうだ、あるあるわ。ちょっと現状ちょっと見えてるかもしれないけど、マジであの悲しくなるよあれ。いや、そうじゃん、確かに。そうだよ、どうすんの、もしそうなった場合の話をすると。確かに場合の話ですか。え、そう言われるとその可能性あるのか。俺はその東京のクラブに逃げるというさ。なるほど、生まれ育った東京のクラブに逃げるという選択肢があったけど、ちょっと逃げ場がね。まあ確かに、どうする。そうよね。そうよ。やっぱ一度経験してるんで、やっぱ一度琉球で経験してるから、経験してるんで。まあ、いや、確かに他どこも見てないもんな。そうだよ、ね、でしょ、なるでしょ。そう、ちょっと J3 もお願いって。やばいね、その可能性やばいわっていう感じですかね、サッカー話は、うん、はい、はい。じゃあ続いてが、最近ハマってることは何ですかという。いや、まあこれサッカー以外、サッカー以外は、まあ、イフト以外というか、はい、なんだろうな、俺は俺なんか、俺アイドルのイメージしかなさすぎて。確かに、まあ、本当に直近はちょっとライバルがなんか、ね、週1、週2連チャンであったんで、いい、ね、まあそれはあったけど、まあでもそれはいつもやから、最近でもないから、まあまあまあ、最近でも、うん、まあでも常にってことでいいんじゃない。まあ常にイーフト以外のちゃんとした趣味というか。そうね、まあ、それは知ってんだよ。でも、あ、まあなんだろうな、最近はまあそのアニメを割と見るようになったかな。アニメいいですね、アニメ見るのはいいですよ。まあ、なんか夜帰ってくるの、まあ、最近遅くことがあって、うん、まあ、なんかコンビニとかで飯買って、まあ、買いながらなんか
そう、新しく貯めながら貯めたものを見るみたいなのが習慣化というか、まあ最近それが多いですね。アニメで言えばこっち側と GT を見てるでしょ。よう知ってるわ。俺ずっとリピートしてるから。アニメで言えばね。まあそうですね。まあ最近まああの新シーズンって言えばいいから、うん、春からまたそのクール、新しいクールが入ったから、うん、まあ本当に 1,2 週間前に新作アニメ始まったのがあるから、うん、まあそれちょっといろんなの見てる。最近だと、なんだっけ、戦隊大失格みたいな、まあ、いや知らんわ、知らんわ、知らんマガジンのやつなんだけど、へぇとか、まあ、テンスラ、ああ、テンスラ始まったね、これもマガジンか。あ、そうなんだ。まあなんかいろいろそこら辺のものを見てるって感じかな。前なんかほんと1年前ぐらいメジャー見返してましたね。あー素晴らしい。なんかたまになんか見るもんないと、なんか過去のだから本当に見るもんなかったらナルトとかワンピースとかずっと見たりするんで。なるほどね。まあ、最近はそういう新作アニメが出てるんで、そういうのを見てます。あー、お二人はどうですか。ある、最近のハマりもん。これね、でもさっき言った GTO はもう俺マジで毎日見てるわ。アニメ、アニメと漫画。毎日 GTO。 今鬼塚英吉のメンタルを今俺取り入れてるんで。なんか単純な疑問だけど、なんかたまに見返すなら俺も分かるんだ、やってるから、うん、毎日同じもん見てて飽きたりはしない。飽きないんだよね。あ、俺ね、これ完全に新たなのよ。あ、そうなんすね。俺もね、何周もできるんだよね。ああ、そう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 。だから俺、だからメジャーも半年に1回ペースで見るみたいな感じなんですよね。あー、なるほどね。だから毎日、だから1週間毎日見るっていうのは俺多分できないんですよね。あー、なるほどね。でもいけちゃいますよね。いけるね。そうなんだ、うん、いや、なんかずっと展開知ってるからつまんない。いや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 、違うんだな、これが。違う違う違う、うん、違うんだよ。どうも、うん、違うんだ、それが。そうなんだ、展開知ってていいんですよ。そうなんだ。なんなら次言うセリフまでわかるもんね、もうね。あ、わかる、そう、うん、それも頭に入れながら見る。そうそうなんだ。そう、劇作入った後の時、ひろゆきをずっと見てたって。ああ、ひろゆき見てた。ゆいはでも鬼塚舞って。あ、変わってきた。まやぐさんはありますか。最近、あ、でも最近ね、それこそね、また俺ずっと進撃の巨人見てるわ。あー、ずーっと見てる、最近進撃ね。うん、鬼リピート入ってる。そう、リピートなんだよ。そうなんだ。そう、永遠だね、もう。見れるんだよね。見れるんだよね、あれ。そうなんすね。そう、どこら辺が好き。一番最初が一番好きですね。あ、そうなんすね。最初が一番平和だからね。最初、あ、そうなんだ。平和なんだ。いや、一番平和なんだよ、マジで。可愛いもんなのよ、最初がやっぱ。まあ、そこの方がいいんすね。いや、いいのよ。ほんわかしてるとちょっといいみたいな。いや、ほんわかしてないのよ、最初も別に。してないけど、最初もひどいのよ。まあまあまあ、確かにそうだね。最初もひどい。進撃の中だと、最初はマイルドなのやっぱ。ギスギスもしてないし、あんまり。はい、うん、その回が好きなんだ。そこ好きだね。あー、シーズン1何回も見れるもん、やっぱ。へえ、うん、あとね、湯船に浸かるの最近ハマって、最近。あ、いや、いい、健康。なんかね、あんま好きじゃなかったんだよね、湯船に長く浸かるの、はい、なんかサウナとかは好きだから、うん、よく行ってたんだけど、はい、湯船に長く浸かるってあんまなかったんだけど、最近結構のんびり湯船に浸かることは増えたかも。うちハマってることかもしれん。まあ、そうっすね。眠りがね、深くなってる気がする。いや、そう、それ言いますからね。なんか不眠症の時めっちゃ考えたから、それ。やっぱね、お風呂に長く浸かるって疲れるの、結構。へー、うん、だと。いや、俺はもう、あんまり。あんまり、いや、はい、マジでね、疲れるの、結構疲れる。いや、なんかしながらとかだったらまだいるかもだけどね。アニメ見ながら、あ、例えばね。なんかね、お風呂から出てきた後に結構、あ、これ寝れるわってなってる。へー、うん、なんかそれは、年取ったんかな。いや、どうなんすかね。分からんけど。まあ、っていう感じですかね、3人のマッチョ、はい、ハマってること。で、まあ、最後に、まあ、久々にあの視聴者の皆さんから、うん、まあ、聞きたいこととかがあったら、ぜひコメント欄で書いてほしい。確かに。ことですかね。はい、前だとどんなの来てたかな。前、どんなの来てたっけ。来てたっけ、前。あー、あ、やってたわ。あった気がする、それ。なんかサムネのタイトルがさ、まやがさんの彼女の話っていうサムネあったよ、1個。あー、なんか、なんかあのリモートで、あー、リモートでやってる時、確かに。うん、そうですね、まあなんかそこら辺も、なんかもしあったらコメント欄で書いてもらえればいいのかな。そうね、学研もね、彼女いるかもしれないんで。確かに。3人から聞きたいことも
あ、3人から聞きたい。あ、俺今イーフトやってるかどうか聞きたいわ。あ、エキサカのチャンネル見てているかなみたいな、離脱した人っていうのかな、もうやってないけどまだ見てますみたいな人、ああ、はいはい、いるのかな、いるか結構、まあ、たまになんか最近やれてないけど激坂の動画見てますみたいな、うん、配信するとたまにいますけど、あ、それはちょっと聞きたいかも。これ赤チャンネルの激坂知ってる人いますか。あー、確かにそれも気になるね。俺、あ、俺それで言うと最近ハマってるのはちょっと前の動画見返すことだわ、赤チャンネルの。あー、かなり古いね。そう、俺ちょっと見てるよ最近。なんだろうな、質問。いや、全然出てこない。まあないならないと。大丈夫、格言は視聴者に興味がないってこと。大丈夫。いやないです。なかったですか。ないです。はい、まあ、なのでそちらの質問、まあ、2人の質問と、まあ、逆にこれ聞きたいっていうのがあったらコメント欄ぜひお願いします。というわけで今回の G トークは以上となります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。